はい、こんにちは。和製油と自然派化粧品の専門店ミューズネットのオーナーコンミューです。今は梱包をしながら配信を行っております。今日はちょっと午前中に配信ができなかったのですが、夕方ですね、梱包をしつつこうやってお話ができればと開いてみました。池田さん、こんにちは。ありがとうございます。さて、今ですね、私のこの、梱包をしながらですね、写真を見ていただくとわかるように、うちは梱包材は、吉野ヒノキのカンナロールを使っています。この状態からさらに上に梱包材を足していって、商品がぶつからないように、クッションを作るんですね。で、その際に今ねバリ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 って音がしてると思うんですけれども、作業音をお許しください。これがですね、まあエコロジーの観点から考えてもなんですけれども、なかなかアマゾンとかで物を頼むとすごく、あ、ベルさんこんにちは。アマゾンとかでね、物を頼むと何が入ってるかって言ったら、空気の入ったビニールがね、いっぱい入ってくると思うんですよ。で、空気の入ったビニールがいっぱい来た時にどうするかって言ったら、穴開けて捨てるだけじゃないですか。あれ、ね、今、プラスチック問題ってめちゃくちゃ言われてる割にあれ減らないなと思ってずっと思っていて、で、そこまであんまりこう、みんな気にしてないのかなと、思いつつ、まあ、なんていうのかな。プチプチがね、緩衝材のスタンダードですよね。なんていうのかな。プチプチです。プチプチ。そう、プチプチが緩衝材のスタンダードなんだけれども、別にプチプチじゃなくても、商品を守れればいいんですよね。うん。それで、私は、このヒノキのカンナロールをですね、使っております。で、商品の端っことかですね、横、段ボールとも当たらないとか、揺れても、あ、またやろうさん、こんにちは。揺れても、いわゆる破損しない状態であれば大丈夫かなということで、ぎっちりびっちりと詰めるっていうわけではないんですけど、このカンナロールですね、もともとくるくるしているので、非常にクッション性良しです。で、よくですね、お客様からいただくのが、箱を開けたらヒノキの香りがしてすごく癒されたと。いうふうにお言葉をいただいております。ね、ゆるゆるとこうやって、あ、ママウッチンさん、こんにちは。今ね、ちょうど梱包しながらの配信で大変恐縮なんですが、こういうふうに詰めてますよっていうのをね、なかなか見せる場所がないんで、こんにちは、アベルさん素敵ですってありがとうございます。いや、これね、本当にね、なんかクラブハウスの方でもそうなんです。よくね、皆さんが参加してくださるときにこういうの使ってますよって言って紹介すると、なんかその場でポチってくださった方もいらっしゃったようで、同じやつをね。で、これわざわざ楽天で買ってるんですけどで、楽天で買ってるっていうか、楽天で売ってるのを最初に発見して、で一回買って使ってみて、あ、これいいなと思って、で直接そのね、奈良の南都木材さんっていう吉野ヒノキを扱われているところなんですけれども、ヒノキと杉とあるんですけど、やっぱ杉だとちょっと杉って聞いただけで杉花粉で反応しちゃう人もいるなと思って、でヒノキの方にさせてもらったんですけど、まあね、すごくね、綺麗にね、シューってこうカンナがけしたやつをくるくるくるって巻いてくださって、その巻いた状態のものが段ボールの箱に入って届くんですよ。いいですよね。でお手紙を書くっていうそ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 う、ね、なんかこういうことができるのって本当に、なんて言うんですかね、自分でお店をやらないとできない楽しみ、自分でお店をやらないとできないこだわりですよね。まあ、例えば大手とかフルフィルメントとかで、フルフィルメントでも全部倉庫とか梱包作業まで全部任せてしまうっていうことなんですけど、本当はね、そうした方が効率的にはとってもいいんですよ。
効率的にはとってもいいんですが、まあ、お金がかかるっていうのと、あとはこういうこだわりに対応してくださるところが、まあ、少ないだろうなっていうところですよね。いや、エアクッションっていうのはいわゆる、まあ、使われるんだろうなっていう感じです。あれはあれで結構ね、高いんですよ。多分ね、見ていただいたらわかると思うんですけど、Amazon とかでも割と高い。Amazon for ビジネスとかになったらもしかしたらもっと価格が下がったりとか、まあ、梱包の、なんだろうな、招待専門店とかだったらもっと安くなるのかもしれないんですけど、でもそんなにね、お値段が安くないんだったら、あえてあの、プラスチックビニールバッグの空気入りのものを使う意味があるのかなって思っております。で、私は、まあ、こうやって発送する直前にですね、あんまり先に咲いちゃうと、乾燥をしてですね、パリッパリになっちゃう、崩れやすくなって、木くずがですね、ちょっと出やすくなっちゃうのと、あと香りが飛んじゃうのがもったいないので、まあ、今のところですね、うちのお店は全然そんなに大量に儲かっているような会社では、会社とかじゃなくてですね、まあ、個人商店なんで普通に、まあ、自分で発送作業を全部やっているんですが、発注が入るたびに、くるくるくるっとしてるやつをピリピリピリと裂いて、で、量を調節しながら詰め詰めしております。中にはね、その猫ポスとかもちょっと薄っぺらいもので、これ逆にカナロール入れるとちょっと締まりにくいわっていう時は使わないんですけれども、箱物の時はね、結構ね、役に立ってくれます。隣でボーとか言ってるのは、うちの新小学1年生の息子でございます。もうみんな帰ってくるの早いから、こうなっちゃうんですよね。そう。で、なんていうのかな。このカンナロールだと、メリットとしては、その、細く裂いたり太いまま入れたりっていう、いろんなサイズ調整ができるんですよね。だからなんか、大きなものを、ちょっとこう、なんていうのかな、しっかり支えたいときなんかは大きめに裂いたりして、で、細かいものをですね、並べたいときなんかは、細かく、ちょっとこう、なんていうんですか、細く裂いて、で、その隙間隙間に埋め込んでいったりとか、結構ね、フレキシブルなんですよ。うん。まあ、便利なんですよね。なんかこういうのをもっと、なんていうのかな、作って売って、くれたら嬉しいのになって思う。ごめんなさい。なんともくばやさんに、それは怒られるの。うちの買ってよって言われる。そうそうそう。なんともくばやさんにも大量に発注させていただいて、でもですね、やっぱり手間がかかるので、そんなにね、別に捨てるような安いものではないです。あ、花さん。あ、すごい。ボイシーパーソナリティなんですね。すごい。なんかね、最近ね、スタンド FM を見ているとね、皆さんね、10分きっちりで切るようにしている配信とかが多いんですよ。つまり、ボイシーのパーソナリティを狙ってるということですよね。うん。確かに、その、10分きっかりの配信をする練習はした方がいいんだろうなと、音声メディアの配信者としては思うんですけれども、なんていうのかな。スタンド FM の良さは、この、ライブなんじゃないかなって思いますね。まあ、スタイフですごくね、有名な方だと、プロネコさんなんかもおっしゃってましたけど、配信だけやってても結構届かないというか、なんかその人の人間性を知るには、ちょっと物足りないというか、めちゃくちゃ中身の濃い話をしていても、ボイシーみたいにこう、フォロワーを、なんていうんですかね。フォロワーの、フォローしてるやつをバババッと聞くっていう感じじゃないじゃないですか、このプラットフォームが。ね、YouTube みたいな関連動画が出てくるとか、そんな感じじゃないし、で、なんていうのかな。起動も結構ちょっと時間がかかったりするので、なんかその人の話を延々聞くっていう形になっちゃうんですよね。私の場合はね。皆さんはどうなんでしょうか？調整されてるんでしょうか？そうすると、なんか、ライブをしないと、配信だけだと、あ、結構なんか聞いてる側からすると見つけにくいし、なんかこう、あ、この人っていう人を見つけるまでに結構大変なんじゃないかなと思ったりしています。
そう。外出先で聞くのはやはり、なんていうのかな。軽いボイシーになってきますしね、私もね。財布ユーザーの人にボイシー聞いてるみたいな。緒方社長の思惑に乗せられているような気がするが。そう。で、まあでも配信をする場合は私も10分間配信の練習しようかなと思っています。ただね、ちょっと扱ってる内容が濃すぎて、10分で収まりきるんかっていう問題があります。なんかあんなキングコング西野さんみたいに、10分直帰しでめちゃくちゃうまいことまとめて、あと残り何秒みたいなね、カンペ出てるんじゃないかって思うような感じで、喋り終われるかなって思うと、結構難しいなって思ったりします。まあ、私の話が長いんだよっていう感じだと思うんですけど、扱ってる内容が論文の解説とかになってくるんで、10分でまとめるためにはめちゃくちゃ予習しないとダメっていうね。めちゃめちゃ予習して頭の中に入れた上で、サマリ作ってそれを読むぐらいの勢いじゃないと、多分皆さんの頭の中でも、なんかこいつ考えながら喋ってるなみたいな感じのがバレちゃうと思うんですよね。そこが結構難しいです。まあでもなんか、何でもやってみましょうということで。よいしょ。まあ、今回ライブなので10分あまり気にしてないっていうのと、梱包作業しながらなので、皆さんにはちょっとなんか生活音配信みたいになっちゃってますね。すいません。で、お手紙を書く。ね、自分でいろいろ決められるっていうのは結構楽しいものですよ。ただめちゃくちゃ隣でね、騒音が。ここにね、うちの場合はラボットの声も入ってきますからね。うん。え、めっちゃ見られた。いや、いいんだよ、いいんだよ。喋ってくれてもいいんだよ。大丈夫だよ。よいしょ。さてさてと、ね、だいぶと梱包にも慣れてきましたが、しかしなかなかね、落ち着いてできたらいいんですけど、なんかこう事務作業するみたいな感じで集中してはあんまりできないっていう感じですかね。まあ、母親業をしているっていうのが一番でかいのかな。全部マルチタスクになりますもんね。お母さんたちが仕事しながら子育てすると全部マルチタスクになるという。マルチタスクが悪いわけじゃないんですが、効率はちょっと落ちてしまう。うん。よし。じゃあ、ちょっとヒノキをバサバサっとするのはできたので、あとは伝票を印刷して貼って、ヤマトさんを待ちたいと思います。さあ、こんな感じでゆるゆるとですね、配信をすることもあれば、ちょっとかなり難しい話をすることもありますが、アロマセラピーのですね、勉強を始めるにあたって何から始めればいいですかとか、そういったことから、もっと突っ込んだ話まで、オールマイティに答えられる人になりたいなと思っています。そのためにですね、ちょっとインプットを増やしていきたいなと。今月は特にそうですね。インプット増やして、アウトプットもして、で、それで自分の中で知識を落とし込んでいきたいなと思っています。じゃあまた、ゆるゆると配信していこうと思います。ありがとうございました。